浜名湖にいます。浜名湖の、今海水公園にいます。洗いのね、そのところで、今切れショップってお店があって、これからちょっと軽食を取ると思います。いろいろあるんだけどね、ビールとかチューハイ日本酒、まあ運転してきてるので頼みませんけど、あとコーヒーとかジュース、あと焼きそばね、食べ物だと焼きそば、フランクフルト、焼きおにぎり、フライドポテト、唐揚げってあるんだけど、まあちょっとお腹すいたんでね、食べようと思います。焼きそばとか安いよね。で、あとデザートね、ソフトクリームとかだとね、あとスリグみたいなんで、あとレンタルの、用具一式ということで、まあ、あのブログね、Amazon っていうブログのサイトがあって、そこのところを利用してよく発信してるんで、たまに見てるんだけどね、ちょっと外れるよね、ちょっとこれから見てます。5番までね、この T 字亭って呼ばれるのあるんだけど、まあ1番ってあんまりいかないんだけどね、2番、3番、4番を今回5番にいますということで、狙いとしては今ウグイを使って泳がせでヒラメもしくはブリなどを狙う予定です。で、あとルアーでもやってます。まあ普段はね、他の時は結構あのカサゴとかアイナメとか根魚を、ね、狙ったりもしてたりする。あとはあの夕方以降ね、夕末め以降夜になるとあのシーバスね、セイゴが釣れるんで、餌使ってする時結構多かったですけどね。結構一時はね、40センチ50センチぐらいのやつを15匹ぐらいあの夜釣ったんだけどね、まあこんな感じ、今あれなんだけどね、なかなかいい感じですということで、あのまあ今日釣れればいいんだけどね、なのでまあ今切れショップってあって、今切れショップのところであの食事できるんでね、あそこで釣り行く持ってない人はレンタルできるみたいなんで、1時間で1500円なんで、1日で餌とか込みで2500円って言いました。あとは食事もできる、軽食も取れるんでね、おすすめしたいと思います。